3人組バンドミセスグリーンアップルが3日、東京ガーデンシアターでファンクラブツアー、ミセスグリーンアップル2023から2024 FC ツアー、ザ・ホワイトラウンジ、全13都市22公演の最終公演を行い、7月にスタジアムツアー、前人未到とベルトラウム、命名編を開催することを発表した。所属レーベルによると、国内のバンド史上最年少でのスタジアムツアーとなる。同ツアーは7月6.7日にノエビアスタジアム神戸、7月20.21日に横浜スタジアムで開催。タイトルの前人未到は、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきたシリーズとして、これまでに6度開催してきたが、今回はスタジアムの規模感で行う。リンゴジャム会員限定チケット最速先行受付は明日4日正午から開始される。